皆さんこんにちは、みのりんです。今回はですね、アメリカのすごく大きいスクイーズのチャンネルのドクタースクイッシュさんとスクイーズ交換をさせていただきました。Dear Mini Cute Club, I hope you enjoy all of your new squishy toys. I love your channel and can't wait to see all of your awesome DIYs, Dr. Squish. では早速一つずつ手元を写していきたいと思います。はい、ではまず最初はこちらです。よいしょ。あ、かわいい。すごくよくって、これ中になんか入ってます。かわいい。ぷよぷよボールとプーさんの小物みたいなものがいっぱい入ってます。これ手作りじゃないですかね。ここちょっと切った跡があるんですよ。これは参考になりますね。次はこちらですね。私も最近似たひよこの子を買ったと思うんですけど、この前の動画で紹介していましたが、その子とすごく似ていますね。こういったシリーズすごくもちもちしていて大好きなんですよ。はい、次がこちら。お、あ、あ、中から卵みたいなものが出てくる感じです。あ、面白いアイディアですね、これも。はい、では次に行きましょう。次はじゃん。エクレアです。握るとプニプニして気持ちいい。確か前誰かが水気を作るときはちょっと空気を入れた方がいい音が出るって言ってたんですけども、やっぱりちょっと入れてた方がいいですね。はい、次行きましょう。次に紹介するのはこちら。すっごいプニプニして気持ちいいです。ちょっと触ってみますね。あ、四つ葉のクローバーの可愛いピンクの小物が入っています。シリコンでこのいちごの入れ物は作れそうです。へえ、ふわふわパン屋さんがこうやってガチャガチャになって売ってるんですね。知らなかったです。これ一度作ってみたいと思ってたんですよ。今度これを作りたいと思います。こちら。え、こんなに、ありがとうございます。まずこれは、デルゾキースクイーズに、これ欲しかったんですよ。人肌のゲルでこんな感じの作れないかなと思ってました。ボブ、あ、ミニオン、見て見て、ミニオンが入ってます。すっごい可愛いんですけど、プルリンプリンのミニバージョンですね。蓋を取って遊ぼう。これ蓋を取らなくちゃいけないんですね。ちょっと悲しいです。めっちゃプニプニしてる。うわー、多分今まで触った中で一番プニプニしているかもしれないです。もうずっと触っていられますね。はい、まだまだあります。これは日本のものっぽくないですね。よ、かわいい。あ、やっぱりこれもスクイーズで、水系のスクイーズです。これは私初めて見ましたが、皆さんは見たことありますか？私が知っている水系のスクイーズってここまで形が整ってないんですけども、これちゃんと形が犬でしっかりしていて水系なのでびっくりしました。次はこちらです。これは定番のあれですね。これ持ってなかったんで遊んでみたかったんですよ。いきます。うわー、
はい、次いきます。よいしょ。ふわふわ系のスクイーズもいっぱい入ってました。これも低反発ですね。あんまん、私ハローキティ大好きなんでこれ本当に嬉しいです。はい、でふわふわ系のスクイーズはこちらでした。最後の2つはこちら。これはスクイージュ、これはスクイーズじゃなくて可愛い小物ですね。で最後に入っていたのがこちら。ちょっと最近私似たものを買っちゃったんですけども、でも私がすごく気に入っていたクロワッサンです。これはすごく気に入ってたクロワッサンなので皆さんもぜひ買ってみてください。こんなにたくさんの素敵なスクイーズ本当にありがとうございます。で私もドクタースクイッシュさんにプレゼントを送ったので、もし気になる方がいましたらドクタースクイッシュさんの動画をぜひ見てください。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくのでぜひチャンネル登録ボタンお願いします。でまた次の動画で。バイバーイ。